はようございます。おはようございます。今日は何だいっていうか、はい、かわちゃん、はい、なんで今日かみちゃんは別件がありまして、うん、そっち行っちゃった、はい、大事な仕事があるわけだな。なんだ、大事じゃねえのかこっちが。お得さん YouTube の頻度が多すぎる。多すぎるっていう。今月何回目だよっていう。今日ちょっとお伺いしたいのが、うん、現役時代に一番緊張したシーンとかっていうのは、うん、どんなものがあるのかなと思いまして。緊張した、一番緊張した、はい、一番緊張したっていうのはね、もう 10.8 よ。あの 10.8 の時はね、本当に緊張した。1994年の10月8日 で当時その今みたいにクライマックスっていうのがなくて、そのリーグ優勝したらもう日本シリーズ出れるっていうルールだったから、でまたその 10.8 の時がドラゴンズとジャイアンツが同率だったの。だから最後の試合、最終試合で勝った方が優勝なわけ。長嶋茂雄さん知ってるでしょ。その日の試合のことを国民的行事って言ったの。でもう視聴率もう 50% ぐらいよ。48球ぐらい取ってたの。レフトスタンドとかの後ろのマンションの屋上からも、屋上もいっぱいで、それで試合を見るっていう。前の日からもう本当に雰囲気が違うし、その雰囲気に飲まれてるみたいな、ホテルの廊下も誰一人歩いてないと。いつもだったらまあ誰か歩いたりとか、部屋のドアの音とか聞こえたりするんだけど、あの 10.8 の時はその音も聞こえず、その日の試合でスタメンだったからね、打つとか打たないとかのことをまず考えれなくて、守備のことを考えてて、俺エラーして負けたらどうしようとか、そういうことを一瞬こうよぎると体がゾクッと反る。あの長嶋さんが寝る前に目をつぶって明日自分が活躍するとこを思い浮かべて、それから寝なさいっていうことを前の日に言われてて、実際目つぶるんだけど怖いことしか起きないんだよね。実際緊張っていうのはプレーが始まるまでが緊張だと思うの、うん、始まってしまえば、いつも通りできると思ってたんだろうけど、でもなんか違う、いつもと違う自分がいたなっていうのはある。もうだから一番緊張したっていうのはあの 10.8 の試合。今なんて長嶋さんが勝つ勝つ勝つってこういうね、勝つ3つ3回言うっていう言葉を未だに言うんだけど、一番初めに言ったのが 10.8 の試合前のホテルのミーティングで、さあ行くぞって言った時に長嶋さんが大声で勝つ勝つ勝つって言って、行くぞって出て行ったの。でも選手とかうわーっていう感じで、よし行くぞみたいな感じでホテル出て行ったのはもう覚えてるし、そのあれがあって今で長嶋さんは勝つ勝つ勝つっていうことを言ってるんですよね。あれだけのね、緊張感の試合っていうのは本当に味わったことなかったんで、もうあれだけやっぱり一番緊張したかな。これやっぱ1回裏の大鵬さんのピッチャー返しみたいなやつ本木さん取ってる。いやセカンドゴロですよ。俺いきなりセカンド守っててランナー一塁かなんかで、嫌だなと思ってさ、飛んでくんじゃねえぞって。俺今までそんな野球やってて飛んでくるなって思ったことなかったけど、あの試合だけはもうマジで飛んでくるなと思ってて、一球も触らなくていいよと思うぐらいだったんだけど、いきなり初回にすっごい打球、大鵬さんの打球飛んできて、うわーっと思って、もう取るっていうよりも飛べよと思って、もう体に当てて前に落としてすぐ拾ってゲッツー取れたんだけど、まあビビった。これなんかウィキペディアだと、緊張しすぎてて1、2塁間詰めて守ることを忘れてたって書いてあります、でもね、忘れてたっていうか、ランナー1塁だったから、そんな忘れることはないんだろうけど、まあでも本当ね、いつもより周りは見えてなかったと思う、いつもだったら周りすごく俺見える方だと思うんだけど、冷静さっていうのはやっぱりいつもの試合よりはなかったと思う、まあ冷静でいられるっていうのがなかったから、その試合当時のエースが年齢から言うと牧原、斎藤、桑田なんだけど、
この3人が3本柱でエースだったわけよ。で3本柱って言われてて、その日もうオールスターからのように牧さんが先発して、うん、斉藤さんが中継ぎで、で最後桑田さんが投げるっていう、マジでその 10.8 とかじゃなくても普通の試合でこの3人が今日投げますよって言ったらもうみんなが見に来るぐらいだったの。それを最後の最後でこうやって、やっぱりジャイアンツファン、まあ敵地だったけどジャイアンツファンも盛り上がるし、球場全体もやっぱり何だろう、長嶋さんが今日の試合は違うぞっていう采配を見せたわけよ。まあ牧さんが先発でちょこちょこっとこう打たれたりして点取られたりしたんだけど、で斉藤さんも2日前に神宮で完封してんのよ。さすがに裏話だけど、斉藤さんが名古屋ドームってあの三塁側のベンチの表でブルペンがあったの。牧さんがちょっとこう打たれ出した時に斉藤さんキャッチボールやってたんだけど、ベンチから斉藤っていう声聞こえてたんだけど、聞こえないふりしてたっつって、やだよまだ早えよって、牧さん頑張れよって思ってキャッチボールしてたら、コーチが来て、斉藤準備しとけ、もう行くぞって、マジかよって、1日か2日前に完封してんだよ、170球投げてんだよ、それで行くっていう、で抑えるっていう、すごいんだから。すごいですね。いやもうマジですごかった、あの試合は。もうないんじゃない、ああいうの。だって同率で来るってことがないでしょ。そうですね、うん、そのジャイアンツってのはやっぱそういう意味では、うん、やっぱ国内で一番歴史のある球団だ。もちろんもちろん日本では一番長い球団だし、今年で90周年ですか、そうですね、うん、やってるわけですけど、ジャイアンツはやっぱり紳士たれっていうことで、ジャイアンツもロン毛とか、うん、髭は禁止になってんだよね。ちょっと前だったら、FA できた小笠原選手とか、あ、はい、髭を剃って、最近で言ったら中田翔選手が日ハムから来た時に全部ひげ剃って髪も黒くして、でジャイアンツの時はプレーしたけど、やっぱドラゴンズ行った時にまたひげも顎ひげ伸ばして金髪もしてっていう、だからあのジャイアンツにいる時はそういう、なんだろう、言われないんだけどダメだよって言われないとは思うんだけど、そういうルールがあると。ひげはね、あのやっぱ剃れば剃るほど濃くなってくるし、まあ、本当にこの業界で俺一番そのえって思うのが、スタジオ入る前にメイクするじゃないですか、はいはい、めっちゃいつも俺剃ってくんの、その場で剃らないで、ティー風呂で、風呂入って朝風呂入ってくるんで、で剃ってくるんだけど、メイクさんに「ひげ剃りますか?」って言われるのがすげえ辛いのよ。心の中で「いやさっき1時間半前に剃りましたよ」と思いながら、「え大丈夫です」とか言いながら、でそういう時に限ってやたらこの辺だけすげえ濃く塗られるっていう。宮本さんいたじゃん、ええ、宮本さん脱毛行ってたの。脱毛サロン、脱毛サロン、宮本さんも全部ツルツルで、はいはい、すっげえ進めてきてた。やっぱ行こうかなと思ったけど、やっぱりなんかね、その本当に詳しく聞いてないから行ってなかったんですけどね、はい、うん、でも、まあ、コーチ辞めて時間も多少できるんで行ってみたんですよね。もちろん行ったんですか。行ったんです。行ったんですけど、はい、あれちょっとまあまあ通わなきゃいけないじゃないですか、10日とか15日2週間ぐらいコーチ辞めて時間あるだろうと思ったら意外になくて、あ、はいはい、あとヒゲもやっぱりちゃんと脱毛行ってる人ってやっぱりその肌質とかもちょっと違いますもんね。違う、ツルツル、やっぱりね、あのただ毛をなくすだけじゃなくて、なんかね、うん、若返る、見てて、ツルツルで、あ、綺麗っていう、肌が綺麗っていう感じになる。そうだよ、母ちゃんもさ、顎ひげ伸ばしてさ、あの上は剃ってんでしょ。そうですね、やっぱり毎日剃るのはめんどくさいなと思うので、うん、僕もそう脱毛サロン今日湧いてます。俺が言ってる、言ってた、なんかずっと続けてないから俺怒られると思うんだけど、そこ当日予約でもできるからさ。 あ、そうなんですか。うん、便利なのよ。行こっか。いいんですか。まあ、向こうに許可もらってさ、はい、ヒゲなくそうか。なくしましょう。
見てください。この機械。わかんないでしょ。全然わかんない。全然わかんないでしょ。昨年の冬導入しました。いや笑い事じゃないこれ。俺もね使ったことあるんだけど、まああんまり俺も詳しいこと知らねえから、ちょっとお姉さんに、綺麗なお姉さんにちょっと説明してもらおうと思うんですけど、はい、ちょっと説明してもらっていいですか。はい。そうですね、男性に特化されて作られたマシンになっていて、脱毛と同時にエレクトロポレーションのライトをお当てしていきます、うん、電気の力を利用してお肌の奥まで美容の成分を届ける浸透美容になってますね、うん、これ一回やりましたけどね、全然イメージと違いました、うん、へー、めちゃくちゃ痛そうなイメージありますけど。あるだろ。じゃあ俺やるからさね、はい、やってちょっと見てて。では早速始めていきましょう。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、右頬からお当てしていきます、はい、3、2、1。暑さ、お痛み大丈夫ですか。大丈夫、よかったです。で続けていきます。どんな感じですか、当てられてるの。たまに電気がビュッて流れる、全然痛くない。それがエレクトロポレーションですね、うん、ちょっとピリッとくすぐったいような感じ、うん、あのなんていうの、マッサージのあの貼るやつあるじゃん、電気の、はいはい、あれの弱いバージョンみたいな。逆にこの電気を腰とか肩にやってほしいっていうぐらいだよ。以上です、お疲れ様です。めちゃくちゃ早いです、ね、早いだろ。だこうだったらね、通えるのよ、ちょっとした時間の時に。そうですね、なんかもうちょっと時間かかる。そう、イメージそうだったでしょ、はい、1、2時間っていうイメージあるじゃん、はい、だってもう終わりだよ。そうですね、これ尺足んないよ。どう、ツルツルやろ。肌とかも綺麗になるし、ヒゲもなくなるとね、10歳は若くなるな。お、絶対本当にもうなんか顔の手入れとかのイメージだから、リフトアップみたいな感覚にもなるし、だってなんかちょっと初めよりもこの頬の部分の張り感というか、ちょっと来た時がね、うん、おい誰が疲れてる感じだった。違うでしょ、はい、全然な、朝来た時のおはようございますの顔と違うでしょ、はい、全然違います。おい、通うね、俺ちょっと真剣にやろう。あのまたこれやってずっと来なくなると一緒だから、ちょっと通うわ。先生、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。プルプルです。はい、それで今日元木さんがやった、うん、この脱毛のやつをなんかメンズクリアさんがですね、うん、特別になんかキャンペーンをしてくれらっしゃるそうです。そうなんです、はい、今回元木大輔チャンネルを、概要欄のリンクから限定で顔周り6箇所ヒゲ脱毛とエレクトロポレーション、普通ならね税込み3万円するんですが、なんと初回、はい、980円で、どっかの通販番組みたいですけど980円で試していただけるということなので、試してもらえる。この概要欄のリンクから予約しないと受けれないってことですね。もちろん協力していただいて、初回980円で試してもらおうじゃないかと。なんと今ならアマゾンギフト、皆さんご存知ですよね、アマゾンギフト、アマゾンギフト6万円分をプレゼントするということで、ただ、はい、全員っていうわけにいかないので。そりゃそうですよね、うん、全員だったら店潰れると思うんで全員来ると思うんで。とはいえ各店舗、はい、先着、はい、30名様、各店舗30名様、先着30名様にアマゾンギフト6万円分をプレゼントしようと、うん、その内容は、どちらに載ってるんですか。概要欄のリンクから予約してください。うーん、うまい。